ありがとうございます。ご紹介賜りました粕屋郡粕屋町から参りました大堀と申します。本日はですね、まずは関門よさこい大会を開催していただいたスタッフの皆様、本当にありがとうございます。皆様の恩に報いられるようにですね、全力で踊りたいと思いますし、この暑い中でもですね、ご覧いただける皆様に少しでも笑顔を届けられるように誠心誠意踊らさせていただきたいと思います。本日暑い中ではございますが、どうぞ最後までご声援よろしくお願いいたします。それでは参ります。大船桜一路。私たちの思いが皆様に届くように、私たちの笑顔が皆様へと導きますように。
皆さんありがとうございました。